こんにちは。今日は多くの女性が経験するツインレイとの出会いをきっかけとした覚醒についてお話ししていきます。まず怖いほど当たるツインレイ鑑定についてご紹介していきます。私だけでなく、たくさんのツインレイを出会わせ、復縁まで導いている都合で占い師が多数在籍する電話占いです。最近は占いも多くありますが、私が紹介する電話占いは、業界屈指の厳しい審査を行っており、本当に人気実力ともにある先生しか在籍することができません。でも本格的な占いが、初めての方は不安になりますよね。そんな方のために、初回キャンペーンとして、私の概要欄にあるリンクから入ると、特別20分無料や3000円分無料など、多くの特典を用意していただきました。本物のツインレイと結ばれたい方は、ぜひ信頼できるプロの方に、頼ってみてください。ツインレイと出会ってから、何か変わった気がする。自分自身が変わっていくような、不思議な感覚がある。そう思った人もいるのではないでしょうか。ツインレイとの出会いは、魂レベルでのつながりであり、女性の人生に大きな変化をもたらします。それは、まるで眠っていた魂が、ツインレイ男性との愛によって、目覚めるような感覚です。この動画では、ツインレイ女性が覚醒する際に、現れる4つの症状と、覚醒前後の変化について、具体的な事例を交えながら解説していきます。五感が冴え、スピリチュアルな感性が増す。ツインレイ女性は、覚醒するにつれて、五感が研ぎ澄まされ、スピリチュアルな感性が高まります。それは、魂のレベルが高まり、周囲のエネルギーやメッセージを感じ取れるようになるからです。まるで、眠っていた感覚が目覚めるような、不思議な感覚を味わうでしょう。夜中に目が覚める、ツインレイ女性は、覚醒するにつれて、夜中に目が覚めることが多くなります。それは、魂が活性化し、高次元とつながるために、睡眠時間が短くなるからです。まるで、魂が夜中に活動しているような感覚です。夜中に目が覚めて、なかなか眠れない。早朝に目が覚めてしまう。寝ても、疲れが取れない。夢を鮮明に覚えるようになる。など、睡眠に関する変化を感じることがあります。性欲の強い日が多くなる。ツインレイ女性は、覚醒するにつれて、性欲が強くなることがあります。それは、ツインレイ男性との魂のつながりを、より深く意識し始めることで、性的なエネルギーが活性化するからです。まるで、魂のつながりを、肉体レベルでも感じようとしているかのようです。例えば、性的な夢をよく見る、性的な欲求が高まる、異性への関心が強くなる、パートナーとの性行為の質が変化する、など、性的なエネルギーの変化を感じることがあります。体質が変わる。ツインレイ女性は、覚醒するにつれて、体質が変化することがあります。それは、魂のレベルが変化することで、肉体にも影響が及ぶからです。まるで、魂の成長が、肉体を変化させているかのようです。食生活や生活習慣が変わる、肌質や髪質が変わる、体力が向上する、体調が良くなる、アレルギーや体の不調が改善される、など、様々な変化が起こる可能性があります。2.ツインレイ女性の覚醒前に起きること。ツインレイ女性は、覚醒する前に、いくつかの兆候が現れることがあります。それは、魂が目覚める準備段階であり、ツインレイ男性との出会いに備えているサインです。続いて、ツインレイ女性の覚醒前に起きることを、3つのポイントに分けてご紹介します。ツイン男性が、頭から離れない。ツインレイ女性は、ツインレイ男性と出会うと、彼のことを頭から離せなくなり、
いつも彼のことを考えている自分に気づきます。それは、魂レベルでつながっているため、彼の存在を強く意識し、惹かれ続けるからです。まるで、磁石のように、彼の存在に引き寄せられる感覚です。例えば、彼のことを夢に見る、彼のことが気になって、集中できない、彼のことを考え出すと、心が落ち着かなくなる、彼の名前を頻繁に耳にする、彼の好きな場所に行きたくなる、など、彼の存在が、常に意識の中にあります。女性として魅力的になる、ツインレイ女性は、ツインレイ男性との出会いをきっかけに、女性としてより魅力的になります。それは、ツインレイ男性の愛によって、自信と輝きが増し、内側から美しく変化していくからです。まるで、花が太陽の光を浴びて、美しく開花していくような感覚です。ファッションやメイクに、興味を持つようになる、いつも笑顔が絶えない、周囲の人から、魅力的になったと言われる、異性からアプローチされる機会が増える、など、女性としての魅力が、開花していくでしょう。自分の軸がなくなってしまう、ツインレイ女性は、ツインレイ男性との出会いを通へ、自分自身の軸を見失ってしまうことがあります。それは、彼の存在が、自分の人生にとって、非常に大きな意味を持つようになり、自分自身を見失ってしまうからです。まるで、自分の人生が、彼の存在によって、塗り替えられていくような感覚です。自分が何を求めているのか、わからなくなる。自分の価値観や生き方が、揺らいでしまう。自分自身を信じることができなくなる。周りの人の意見に流されやすくなる。これまで大切にしてきたものが、どうでもよくなってしまう。など、自分自身のアイデンティティに、疑問を持つようになるかもしれません。3. ツインレイ女性の覚醒後に起きること。ツインレイ女性は、覚醒すると、魂レベルで成長し、様々な変化を経験します。それは、ツインレイ男性との愛を通して、魂が成長し、本来の自分自身へと目覚める、素晴らしいプロセスです。最後に、ツインレイ女性の覚醒後に起きることを、3つのポイントに分けてご紹介します。自立心が芽生える、ツインレイ女性は、覚醒すると、自分自身で人生を切り開いていきたいという、自立心が芽生えます。それは、ツインレイ男性との出会いを通へ、自分自身の可能性に気づき、自立した女性へと成長するからです。まるで、鳥が巣から飛び立ち、自分の力で空を飛ぶことを決意するような感覚です。無償の愛が生まれる、ツインレイ女性は、覚醒すると、ツインレイ男性への愛が、より深くなり、無償の愛へと変化していきます。それは、ツインレイ男性との魂のつながりを、深く理解し、彼のことを心から愛するようになるからです。まるで、彼の魂の一部とつながっているような、深い愛情です。自分自身を許せるようになる、ツインレイ女性は、覚醒すると、過去の自分自身を許せるようになります。それは、ツインレイ男性との愛を通して、自分自身の価値に気づき、自分を愛せるようになるからです。まるで、過去の自分自身と和解し、受け入れることができるようになる感覚です。ツインレイ女性は、ツインレイ男性との出会いを通へ、魂レベルで目覚め、様々な変化を経験します。それは、魂の成長、そして、真の自分自身へと目覚める、素晴らしいプロセスです。ツインレイ女性は、覚醒を通して、より美しく、より強く、より愛に満ち溢れた女性へと進化していくでしょう。この動画が、あなた自身の覚醒を、より深く理解し、ツインレイとの関係を、より豊かなものにするための、ヒントになれば幸いです。チャンネル登録&高評価をお願いします。